歴以外の何かも求められます。ただしこの社会で活躍っていう視点で見たとき、学歴だけではないことも確かですよね。学生を採用する企業側も学歴だけ高くても使えない人材とはこのデータベースをすでに持っています。例えば日本の最高峰の東京大学卒だけれども、学生時代ずっとね勉強しかしてこなくてですね、まともに人と対話ができない状態、こういう学生を総合職として採用してくれるね有名企業は存在しないっていうことはね容易に想像できると思うんですね。現にこの東証一部上場企業とか外資系企業などの有名企業への就職率を見るとですね、 S ランクの大学で 40%、 A ランクで 30% から 39%、 B ランクで 20% から 29%、 C ランクで 15% から 19%、 D ランクで 10% から 14%、 E ランクで 5% から 9%、 F ランクで 5% 未満という感じですね。まあ、このうちだいたい B ランクがマーチで E ランクがニットコマセンっていうね基準ですけれども、当然ランクの高い大学への有名企業への就職率が高い傾向あるんですけども、必ずしも学歴が高ければ全員有名企業に就職できるというわけではないこともこの数字から分かりますよね。例えば S ランクの大学生の 60% 残りのね就職できなかった有名企業に、そこどこ行ってしまったんだって形もありますよね。また実際にですね、ランクが下の大学の学生がですね S ランクの大学の学生を超えて採用されてしまうっていうことも稀に発生しますよね。まあ、具体的には F ランクの大学生でもですね 5% は有名企業に合格している、ジャイアントキリング成し遂げてるわけですからね。学歴だけではなくて学歴以外の何かが企業側から見られていることになるんですけども、仮に0歳から18歳の教育機関に学歴だけを追い求めた、ね、教育方針になってしまっているとですね、学歴以外の何かが完全に欠如した状態でですね社会を迎えることになってしまいます。学歴以外の何かは子どもたち一人一人がいつのタイミングでどんなことに取り組むのが最良なのか全く異なりますし、その必要パーツを集めるのに年月がかかるという問題があるんですね。例えば18歳の時点で高い学歴はあるけれども学歴以外の何かが完全に欠如していることに気づいてしまった場合、就職活動までに間に合わなかったということにもなってしまいます。現にこの問題から学歴は東大京大早慶というね最高峰の価値ある合格を獲得できたのに、就職活動の際東証一部上場企業はですね外資系企業などの有名企業を渡り歩いたけれども全滅だった、結局生涯定年収が確定してしまう名もなき中小零細企業にね就職することしかできなかった、大学合格時には最高峰の価値を手に入れたにもかかわらずですね肝心の社会人としては地に落とされてしまったというケースもたくさん発生してるんですね。社会での活躍から逆算した場合ですね、学歴だけの子どもの教育は高い確率で失敗につながる恐れがあるわけなんです。そこで完成されたプラチナ人生設計図を手に歩んでもらいたいと思うんですね。子どもの教育の難しさはですね0歳から18歳という限られた年月の中で我が子にとっての最高の学歴とは、社会で活躍に必要な学歴以外のパーツとは、この両方のバランスを考えながらどんなことを根拠にいつのタイミングで何をどう取り組めばよいのか、この設計そのものにあるわけなんです。学歴だけでもダメ、あといって学歴を無視して学歴以外の何かだけに取り組んだだけでもダメ、一体何からどう手をつけてよいのかわからないままですね、ただただ年月だけが無駄に経過していってしまう。そしてふと気がつけばですね子供たちが大きくなって両親としては軌道修正ができづらい年齢を迎えてしまっている、手遅れのタイミングを迎えてしまうわけなんですね。その状態でつぶやける言葉はですね、子供たちの将来は子供たちの自由、諦めて放置する選択肢が頭に浮かばなくなってしまう、これはとてもとても悲しいことですよね。これを僕たちはですね自由という名の虐待と表現しているわけなんです。そういう最悪のケースを確実に回避する方法、それは子どもたちが0歳という可能な限り早期のうちにですね子どもたちが社会で活躍することから完全に逆算された0歳から18歳のプラチナ人生設計図の構築をすることなんですね。我が子にとっての最高の学歴とは、社会で活躍に必要な学歴以外のパーツとは、両方を最も効率的効果的な方法でプラチナ人生設計図の中にですね組み込んでおけば、あとはプラチナ人生設計図通りに丁寧かつ着実に実行行動するだけになるんですね。無敗の人生設計士マスターヒロさんが直接講義を通してプロデュース、
子どもたちが22歳を迎えて社会で活躍するところから完全に逆算された形でですね、0歳から18歳のプラチナ人生設計図を構築して取り組むプログラムがですね、新たに始まります。マスターヒロさんが直接行う合計12回の講義を終了するとですね、学歴も学歴以外の何かも全て揃えられる我が子のプラチナ人生設計図が完成する両親のための教育プログラムです。